よくトレーニーの方がうまく筋トレできると痛いと言いますか、私は狙った部位に力が入らなくなることもなることがあっても痛むことがあまりないです。痛むと効果的なようなのでできるようになりたいんですが、何かコツはありますか？これはね、さっきも話したんだけど、ストレッチっていうのが大事で、これね、マインドマッスルコネクション、要するによくまあトレーナー意識してくださいと。これはね、意識してくださいっていうのはあんまりいいトレーナーじゃないな。意識しなくてもそこに入るようにするのがトレーナーの役目なので、意識してくださいって意識に入る人は別に必要ないわけ、その指導が。なのでまあ、この富山さんみたいに、その意識が入らないとマインドマッスルコネクションがなかなか入りませんという人がトレーニングを教わるというのがやっぱりトレーナーの腕じゃない。ね、それを人に聞かせるようにするっていうのは。でまあ、その一つの方法として一番簡単なのはストレッチをさせると。でストレッチをさせる種目というのは、例えば胸だったらフライ系の種目で、俺がおすすめするのはマシンのペックフライとか、あとテーブル。ただケーブルとかダンベルでもいいんだけども、ウェイトの軌道が安定してないので、そのストレッチに 100% 集中しにくい。なのでマシンのペックフライ、あとこうストレッチされるところでも固定されてるから安全にストレッチさせて、ぐって伸びたところから減量する、戻すと自然に入るということがまあ普通で、ストレッチをさせるという種目をやる。なのでお相手だったらクローマンがストレッチさせてから、こうストレッチ収縮、ストレッチをさせるも、収縮されるところはあんまり意識しても多分意識できないので、まあ収縮は二の次でストレッチをさせるというところを、まずそういう種目をやるということだね。でストレッチをやると痛いっていう感覚は分かってくると思うね。なので例えば股割りしたら痛いですよ。それはストレッチ伸びてるから、だから痛いところまで本当はまあストレッチなんかで本当は痛いところまでやっちゃいけないんだけど、トレーニングでストレッチする場合、その痛みになるし直前っていうのかな、こう伸びてるなっていうところを掴まなくちゃいけない。そうすると収縮が入りやすくなる。